こんにちは、みのり薬店の大下と言います。みのり薬店というのは大阪府吹田市にある、昭和25年から親父の代からやっております、薬屋でございます。うちは、ダイエットをメインにお話ししています。今日はダイエットはいつ始めたらいいのかというお話なんですけども、女性の方がやはり多いですので、どうしても生理という部分がありますけども、生理が終わってから始めた方がいいんじゃないかっていう方もおられますけども、さあ、あなたは何キロ痩せたいと思ったらあります？ 5 キロ、10キロ、5キロにせよ、10キロにせよですね、やはり1ヶ月以上はかかると。ということは生理をまたぐわけですね。そうするとその時期にを避けてもですね、どうしても避けれないわけですね。じゃあどうしたらいいのか。確かに生理の間っていうのは痩せにくいと思います。ただしですね、生理中やからといってどうせ痩せへんねんっていう考えでですね、余計食べたり、生徒がイライラしてね、食べちゃったとか、そういうのは卒業しましょう。自分の体を向き合ってですね、受け入れるということは、ダイエットというのはいつ始めても僕はいいと思います。ただダイエットを成功してですね、痩せた後もですねキープするわけですから、生理があったり、例えば、飲み会があったり、忘年会があったり、新年会があったり、いろいろそのお誘いもあると思うんですけども、お誘いがあるからといってね、ダイエットをやめるんじゃなくてね、そういう外で食べたりするとどうしても体重は上がりますけども、その後また下げる。ダイエットというのは一遍下がったらずっとキープするっていうことが難しいわけです。太っちゃった、痩せる、また何かでちょっと太っちゃった、また痩せる、この繰り返していいと思うんですね。自分を、神様じゃないんですから、痩せてからずっとキープは無理です。いろいろあります。だからダイエットを始めるならほんまにまさに今だと思います。自分がやる気を出した出すとき、特に誕生日なんかはとても、そういう誕生日月ですか、はすごくやる気が出ると思いますので、それに向けてダイエット挑戦してみませんか。みのり薬店は、全国の皆さんから、ダイエットをしていただいております。大阪にある薬局ですけども、北海道、神奈川、東京、宮崎、福岡、皆さん頑張ってあります。お待ちしております。